2004年9月、新たに、延辺大学に建てられた、林民構造を建て替えられる前の共造林民校は、中国朝鮮属出身の政治家、教育家、トン華県副県庁、吉林日報副編集長、延辺日報総編集長、延辺大学創立委員会副主任などを歴任。第3回吉林省人民代表大会代表、吉林省、第2、 第3回政教委員、遠辺州政教第一、第2、第3回委員に選出される。遠辺大学の設立者の一人で、初代副校長として民族教育の発展に努めたが、文化大革命で長期間にわたる迫害を受け、1970年7月14日、67歳で死去。1904年1月3日、朝鮮、環境北道海寧軍に生まれる。 1932年、モスクワ東洋学院を卒業。国際赤色労働組合を組織する任務を与えられ、朝鮮に帰国。在学中に結婚、生まれた長男をモスクワ国際個人院に預ける。観光赤色労働組合事件で逮捕され、1940年まで獄中生活を送り、 釈放されてからは中国に行きトンカの森林で労働者として働いていた。1945年10月、中国共産党に入党し、1946年3月にトンカ県副県庁に任命。1949年3月20日、中共延辺地区委員会により延辺大学校長の副校長に任命される。校長は首都区会。 九百四十九年四月十二日、遠辺大学中京支部書記に就任。九百四十九年、長い間と耐えていたソ連にいる長男との連絡を回復。九百四十九年七月から八月、遠辺大学考察団の団長として北朝鮮を訪問。近日清総合大学、平壌市範大学、平壌医科大学、平壌工業大学。 元山農業大学を回る。1950年10月、毛沢東主席、取得副主席に北京で接見。1951年10月14日、朝鮮族を代表して声明を発表。法美延長 S 参加を呼びかけた中央政府の決定を指示。1961年1月6日、延辺大学に成立した三端政府領土小祖、 の組長に就任1967年8月、延編品館及び、当学校で開かれた、林民工事件専門審査組で拷問を受ける。中祖関係が悪化する中、ソ連に住んでいた長男との手紙のやり取りや往来が、問題となり、ソ連のスパイとの濡れ衣を着せられる。文革は、反ウ派闘争に輪をかけたようなもので、内乱状態だった。 国家主席の劉少奇が殴り殺された。ここでも数万人が死んだ。延辺大学の校長の林校長ね、学生たちに耳を引っ張られてね、耳がこんなに伸びちゃった。取得会は形式的な名誉校長みたいなもので、林校長が実質的な初代校長になった中国朝鮮族文学の歴史と展開、大村麻生第三賞金学鉄。 私の歩んだ道1970年7月14日、67歳で死去。いわゆる革命造反派で組織した悪名高い、林民工事件専門審査組は、東西南北で見ることも稀な残虐非道な拷問を、加え、林校長に変説したという、ありもしない事実を承認するように迫った。当時、審査組のメンバーは大多数が、 学校の教師たちだった。恐ろしい拷問により、林校長の片耳はもげてしまい、全身は傷だらけで、林校長だとわからないほどだった。1969年1月、延辺大学に、いわゆる大衆の臭い式部が創立され、階級対合を整理する運動が始まると、林民校事件専門審査組では、2年間の審問により痛めつけられるだけ痛めつけられた、 林校長を、再び、黒い輩の岩屋と呼ぶ、真っ暗な部屋に閉じ込め拷問を継続した。それほど経たずに、林校長は、ほとんど失神状態に陥ってしまった。誰が何を聞いても、林校長は、朝から晩まで同じ言葉を繰り返すのだった。ほどなく学校が、トンカの公職農場に移転するとき、大衆の草石器部では、 失神状態の林校長を自宅に送り返そうとした。しかし、林校長には家がなかった。夫人のキムチャネも反逆者として追われ、別の場所に閉じ込められ審査を受けており、子供たちも散り散りで家にいなかった。学校の大衆独裁式部は仕方なく意識のない林校長を当時延吉市公園外で暮らしていた林校長の2番目の弟の家に運んだ。 その時、私は、偶然に道端で、手押し車で運ばれる、林校長を見かけた。白髪に痩せこけて骨だけが残った、林校長の姿は、悲惨この上なかった。この頃、お体はいかがですか私のことがわかりますかと挨拶をしたが、林校長は、私のことがわからなかった。もげてしまった耳跡は赤く、あざになり、長い間鞭で打たれ、顔は、 傷だらけだった。私は人知れず涙を流した。その後、ほどなく、林校長は公園外の潰れそうなあばら屋でこの世を去った。聞いたところによると、林校長の親戚らが林校長が亡くなったことを当時、学校労働者宣伝大使基部に伝えたものの誰も関与しようとはしなかった。そこで親戚何人かが遺体を牛車に乗せ、 寂しく共同墓地に埋葬したという。もちろん、葬式も、追悼式もなかった。晩生意50年1978年7月14日、遠辺大学4回会議室で、追悼式及び、納骨式が行われ名誉回復。遺骨の一部は、遠辺大学の庭園にまかれ、残りは、和流県の家族墓地に安置。1989年7月14日、 明日に合わせて、共像の除幕式が、延編大学で開かれる。2004年9月6日、生誕100周年を、祝い新たな銅像が、延編大学に建てられる。2004年9月6日、延編大学で、生誕100周年記念座談会及び林民校、小学金授与式が開かれる。2012年、林民校の伝記、金虎ラオチョ、民族出版社。 2009年、朝鮮後が、少数民族の文学作品を対象とした第10回、春馬賞の受賞作に選ばれる。2015年5月12日、2016年度、林民高奨学金の授与式が、延辺大学で開かれる。2018年12月5日、延辺大学で2018年度林民高奨学金授与式が開かれる。ありがとうございます。